So bad, so bad, so bad, so bad。 はい、皆さん、こんにちは。オートン光栄です。またね、これもう見てもらうと分かると思うんですけどね、明治神宮じゃねえや、神田明神に来ております。やばい、間違えしたな。神田明神でございます。はい、この前の動画とはね、別日です。また来ました。はい、じゃあ来ましたよ、タイガーマスク。またまたね、今日もね、見てみようかなと思ってきました。まあね、あの映ってるものは一緒だと思います、前回とね。ただちょっと撮り方変えてみたりっていう工夫はしてみようかな、ちょっとわかんないですけどね。行ってみようと思います。はい、ここからね、入り口です。今ね、誰もいないんで、ちょっと喋りながら撮ろうかなと。まあ、もうさっきも言いましたけどね、この前上げた動画と映ってるものは一緒です。はい、ね、大人が入場料300円の、中学生が200円、それ子供が無料。すごい、ね、簡単にくるっと一周しちゃいましたけど、あれいくらだったっけな、書いてあるかな。大人300円、学生200円で、中学生以下無料ですね。中学生以下無料で、入場、お金配管料っていうんですか、払った時に、あの、なんていうのかな、あれ、ビックリマンシールみたいな風のシールがもらえます。なのでね、300円って言っても、あの、意外とこう お得というか、あの、シール付きなんで、意外と知らない人多いかもしれないですけど、シール付きですよ。はい、で、この前の動画でもちょっとあれしたんですけど、タイガーマスクのマスク自体はそんなに前よりね、展示してないんで、あの、そうですね、タイガーマスク自体がないので、ザ・タイガーとかスーパータイガーは全くないんですが、だけどスーパータイガーのコスチュームだけは飾ってあります。要はあれですよね、きっとザ・タイガーとか、あの、最初のタイガーマスクとかのコスチュームという、そんなに簡単に持って所有してる人はいないってことですよね、きっと。これ俺持ってんな、このポスター、多分、後楽園なんか、そうかな、格闘プロスペクト、懐かしいですねこれね。こっちはもう新日のやつなんで分かりづらいですけど、古いですよね。これがいいですよね、やっぱり、あの、初代タイガーマスクの、あの、良さはやっぱり、あの、ダイナマイトキットとか小林邦明っていうふうに言われますけど、自分はやっぱりマスクマンとも次から次へと戦っていくのが好きでしたね。ウルトラマンとかもそうだけど、マスクマン対決が好きでした。だから自分はね、結構ブラックタイガーが好きだったんですよ。好きっていうか、あの、ブラックタイガー戦、タイガーマスク対ブラックタイガーっていうのは、だから小林邦明対タイガーマスクのマスクハギとか、ダイナマイトキッドとのライバルの、そういうずっとね、何度も戦ってるっていうのとは、好きな人たちいっぱいいますけど、自分は結構ブラックタイガー派ですね。はい、あとは、まあ、マニアックじゃないのかな、ウルトラマンと戦ったあの2試合、マスク微妙にウルトラマン、あの、金銀で分かれてた、あれね、あれ良かったですよ。っていう感じでね、あの、ざっと回っちゃうとね、一周このぐらいなんです。はい、本当前はね、すごい、あの、タイガーマスクのマスクいっぱい置いてあったんですけどね、今回やっぱりこれがメインなのかな。サインとかも微妙に入ってんすよ、ウルトラマン。ちょっとタイガーマスクとは違いますけど、オープンフィンガーグローブ、これシックソンが使ったらしいですよ。これヒクソングレイシー仕様って、
これね、やっぱりこのイメージ強いですよね。パンクラスでも初期の時にはこれ、パンクラチオン待ち時は確かこれ使ってた気がする。はい、ざっとこんな感じでございます。あ、これはね、マスク職人の方の中村さんって人の作品だから、タイガーマスク以外も飾ってあるってことです。はい、あ、こんなもんでいいですかね。はい、あ、今これこの本読んでる。ブックオフで買いました。さあ、じゃあ出ますかね。こんな感じです。じゃあこれで以上になりますかね。また来る日もあるかもしれないですけど、まあその時動画さすがに3回目は撮んないかな。はい、あれどっちだっけ、こっちか。帰るで、来る道と帰る道も一緒です。はい、はい、それではありがとうございました。また見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然似てねえ。